CN タワートロントの観光地で最も有名なランドマークは CN タワーであり、地上建築物としてはかつて世界最高であった553メートルの高さを持つ、鉄筋コンクリートの建築物で展望台があり、電波塔を兼ねている。タワーは世界最初の開閉式ドーム、ロジャースセンターのすぐ西側に位置し、この球場はトロントブルージェイズや トロントアルゴノーツの本拠地になっている。近くにはエアカナダセンターがあり、トロントメープルリーフスやトロントラプターズ、トロントロックが本拠としている。このエアカナダセンターは数々の伝説を生んできたメープルリーフガーデンズに代わる新しい会場として建設されたものである。トロント市庁舎は市内でも特徴のあるランドマークの一つで東側に立つ。 旧視聴者に代わる新しい建物として建設された。今も、なおその斬新なデザインは人々を引きつけており、映画の撮影にも時折使われている。視聴者前には、市民広場であるネイサン・フィリップス広場があり、ハウスコンサートや芸術展示、ファーマーズマーケットなどのイベントも時々行われる。広場には水場があり、冬には人気のスケートリンクへと変わる。 近くには大型のショッピングモールであるトロントイートンセンターがあり、モールの北口と南口にそれぞれ地下鉄の駅がある。ダンダース広場が通りを挟んでイートンセンターの東側にあり、市内で最も新しく注目が集まる市民広場として知られる。市内北部にはイートンセンターと並ぶ大型のショッピングモール、ヨークデールショッピングセンターがあり、同じく地下鉄でアクセスができる。 オンタリオ衆議事堂の周りには歴史あるクイーンズ公園がある。トロントアイランズは北米の都市部では最も大きな自動車乗り入れ禁止区域になっている。島々へはフェリーでアクセスができ市民公園やセンタービル児童遊園地などがある。このほか島内にはトロントシティセンター空港がある。市内には緑の多い大きな都市公園がいくつかあり。 最もよく知られているのが市内西部にあるハイパークである。この公園には日本の桜が多く植樹されており、桜の名所の一つになっている。他の有名な観光地には、セントローレンスマーケットやホッケーの殿堂、パノラマラウンジ、ロイヤルオンタリオ博物館、アートギャラリーオブオンタリオ、オンタリオサイエンスセンター、レズリーストリートのサシ、トロント動物園、 そして、それぞれチャーチ通りにある、ロマンカトリックのセントマイケル教会と、英国国教会のセントジェームズ教会の二つの歴史ある教会がよく知られる。ディスティラリー地区には19世紀から残るトロント初期の建築作品を数多く見ることができる。カサロマは、トロントダウンタウンを見下ろす小高い丘に立つ城で人気のある観光地の一つ。 マーカムのユニオンビルもまた歴史的な街並みが見られる通りとして人気の場所の一つとなっている。ありがとうございます。